Yeah.
ういう風にね、あのこのピアノのね奥村さんのね手にかかるとね、こんな風に変わっちゃうんですよね。はい。あ、そうですね。琉球ポリゴンっていうのは、このポリゴン楽団 と、私アキコのね、ちょっとしたこう出会いがありましてね、そこから始まったんですけど、この出会いはですね、あのこのテルキラファミリーのね、あの忘年会だったかな、そこで奥村さんがピアノを弾いてるのを見て、なんて面白いピアニストなんだろうと思ってね、もうさっきのね、あの演奏も後ろから見てましたけどね、もう踊ってみたいな感じのピアノでね、もうすっごいなこの人と思って、で声をかけに行ったんですよね。で、私沖縄の音楽やってるんですけど、何か一緒にやりませんかって言って言ったのがきっかけで、今にね至ってますね。ちょうどでも本格的に活動してこれでもうすぐ1年ですね。12月だったと思うんで、確かね、そうです。なんか12月またなんか盛り上がりたいですけど、ちょっと涼すぎるかな。はい、はい、あ、琉球ポリゴンでも2月にあのフルメンバーで、この間1回やってるんですけどね、今池の方でね、あのゴトモラインカフェの方で、あのまたねライブね、やってますのでね、皆さんまたね応援お願いいたします。まだまだ沖縄はね暖かかったですよね。半袖にちょっと、なんか夜になると少しあの羽織るものがあれば大丈夫かなみたいなね。じゃあ奥村さん沖縄で行ったんですよね。次の曲のナチジンアミスクブシというね、あの曲を次ね歌いたいんですけどね。ナチジン城っていうあの世界遺産の一つなんですけど、沖縄には世界遺産全部ね確か7つだったかな、あのたくさんあるんですけど、その中の一つナチジン城ね、どうでした？なんかナチジンアミスクブシの歌詞が、はい、あのなんか CD 作るときになんか訳しててなんかネットで調べるとなんか意味が今一つ分からなくて、その真意を探りにあのこの歌の意味をあのちゃんと考えてきたんですね。あの真実は何だったんだろうっていうね。なんかでもそのぼんやりした感じもまたロマンがあっていいんですよね。城跡にね、もうとってもいいとこなんですよ。またもし沖縄に行かれる機会がありましたらね、ナチジン城ね、ナチジンって覚えておいてください。あの美ら海水族館に行くね途中のところなんですけどね、かなり北の上の方ですね。それではナチジンアミスクブシ。
民謡こってこてにね民謡でねやってきたんですけどね、あのジャズとのねコラボっていうのは本当になんか自由があってね、あの毎回違うんですよね本当にね、あのそれがまたね楽しいところでね、はい、じゃあもう一曲ね、次の曲もですね、あの海岸沿いにあのさっきの那智神よりもう少し下なんですけどね、タンチャというね、あの海岸が広がる町があるんですけど、そこであの昔のこの漁をしながら男女がこうなんかこう楽しくね一緒に仕事をしている様子を、ね、描いた代表的な、ね、舞踊曲なんですね。
う審査員がずらーっと前に14、5人並んでるんですけど、あのなんかそこにもうぎゅうぎゅう詰めのところでもう息止まりそうになりながらもう微動だにせずやるんですよこっちの短茶目がいいですね、はい、今なんか蘇ってきました。あ、そういえば短茶目で試験だったなと思いながらですね、これともう一個早いあの最後に踊るやつですね、勝ち足で踊る等身同意っていう、その早弾きと短茶目と2曲がね試験曲でしたね。あのその等身同意もね後であの出てきますけどね。はい、じゃあ早いですけど一部もう最後ですね、はい、あっという間にね時間が過ぎますけどね。さっきのあの拉致人アミスクブシもねちょっとあの悲しいあの歌なんですけどね、沖縄の歴史を物語っているあの昔のねあのちょっと辛い歌なんですけど、あの今度のヒアミカチブシも戦後間もなくですね作られた曲で、沖縄が焼け野原になってもう大変なあのその状態を目にしたね島の人たちがこうあのこう落ち込んでいて、もうこれからどうなっていくのかなっていう時にあのこの作曲者の人がですね、あのいやこれじゃいけないって言ってね、沖縄は元気よくねあのみんなで手をねつないでねあの立ち上がろうってね、ひやみ勝ち節ってね、ひやひやってあの掛け声が出てくるんですけど、えいみたいな感じのね、掛け声なんですね、じゃあそのひやみ勝ち節いきましょう。ね、そのまますっていけるといいんですけどね、なかなか三振は長弦がねいろいろ大変なんです。はい、それではひやみ勝ち節。
ーナーもありますからね帰らないでお付き合いくださいね。ありがとうございました。